ななさんこちらでぜひこれ。それでは今回なんですけども、楽天カード10月からキャッシュレス消費者還元での還元率やポイントなど解説ということで、今回は楽天カードに関することについてお伝えしていこうと思います。 今回も念のためおさらいです。10月からの増税に伴い、キャッシュレス消費者還元事業という取り組みがスタートします。これはもう画像にも出ている通り、このポスターが出ているところであれば、お店が提示する対象の決済方法で、キャッシュレス決済を行ったら2%もしくは5%がご自身に還元されるものになっています。実施期間は2019年の10月の1日から、2020年の6月の30日ということになっています。 そして、ここからは本題の通り、楽天カードの場合は、10月からだと還元率含めてどんな風になるかということですね。まあ、以前あの、楽天エリーについてお伝えしたと思うんですが、若干違うので、それも踏まえて公式ページを参照しながら解説します。それでは早速、こちらなんですが、今回楽天カードを使うことで大きな特徴としたら3つほどあります。まず、丸1番、カード利用で還元されるポイントに加えて還元。 次、マルディマ、楽天市場でのご利用でさらにお得。そして番、マルサン1ポイントイコール1円相当で使えるポイントを申請この3つですね。でちょっと見てほしいところとして、左側のマル番のカード利用で還元されるポイントに加えて還元の部分ですね。これは対象店舗のお買い物なら、普通に楽天カードを使って、プラス最大5%分の楽天ポイントが還元されるということになります。 なので、実際に飲食店などの実店舗がキャッシュレス消費者還元の対象の場合は、通常の楽天カードの還元率が1%なんですけども、それにプラス、今回のキャッシュレス消費者還元の2%もしくは5%が加算されるということになりますね。なので、実質楽天カードで決済した場合は3、3%もしくは6%分の楽天ポイントが還元されることになります。 次に、キャッシュレス消費者還元でもらえるポイントの流れなんですけども、これは通常のカード利用獲得ポイントの申請時期とは異なりまして、利用した月から翌月の15日には、まず利用獲得ポイントが申請されます。なので、これは通常の楽天カードを使ってもらえるポイントのことですね。そして、利用した翌々月の22日頃にキャッシュレス還元ポイントとして別に申請がされます。まあ、これを見る限りは、まあ、一緒に入ってきてほしいなというところではあります。 次に、キャッシュレス還元の詳細なんですけども、先ほどお伝えしましたが、今回もらえる特典として、楽天スーパーポイントで、しかも通常ポイントとなっています。まあ、僕の勝手な偏見なんですが、楽天ペイの影響もあって、このような時って期間限定ポイントかなと思ったんですが、これが通常ポイントというのはちょっと嬉しいですね。で、対象カードは楽天カード、他にも楽天ブラックカード、楽天プレミアムカード、楽天ゴールドカードなどなどということで、他のカードに関しては公式ページをご確認ください。そして、進廷先は本 カード会員様のポイント口座と公式に出ていたんですがもう楽天カードを使いの方はご存知の通りいつもご覧になっている保有ポイントを見る画面に反映されますそして新定上限として各月15000万ポイントとなっていますちなみに上限を超えたポイントの翌月以降への繰り越しはできないことになっていますそして最後に主な注意点として3つですね まず、丸一番、先ほどもお伝えしたんですが、ポイント還元についてなんですけども、キャッシュレス還元については、翌々月となります。そして、丸二番、楽天市場での楽天カードで決済した場合なんですが、こちら楽天カードで決済したらもちろん対象になるんですけども、例えば、注文後に決済方法を楽天カードから他の決済方法として、銀行振込などに変更した場合は対象外となります。そして、丸三番、こちら当たり前なんですが、キャッシュレス消費者還元事業に参加していないお店で決済。 決済したら対象外とととなるということですねなので楽天カードがいくら使えても全部が全部のお店で決済して還元されるわけではないので冒頭にお伝えした2%や5%などに関するポスターがあるところで決済するようお願いします。 そんなこんなで今回は楽天カードに関するキャッシュレス消費者還元について簡単にまとめました。まあ、今回まとめて思ったのは、もらえるポイントが通常ポイントだったので、それがちょっと嬉しいということと、あとは、ポイント還元が翌々月っていうのはちょっともやっとしますね。まあ、ぜひですね、楽天カードを使っている方がいらっしゃいましたら、下のコメント欄に何か思うことがあれば書き込んでいってください。まあ、念のため下の概要欄に今回の公式のリンクも貼っていますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。